久さし左の知事から望む銀座商店街、滋賀銀行彦根支店及び平和道彦根銀座店前、銀座商店街は滋賀県彦根市にある商店街。彦根城の南約 1km に位置し、北西部が中央商店街、彦根市場商店街と、東端で上り町グリーン通り商店街、リバーサイド、橋本通り、花勝部通り商店街と接する。 木こね城の城下町の形成とほぼ同じ頃に、河原町、土橋町が成立し、商業地として発展していった。1951年に両町が合併して、現在の銀座町が成立し、銀座商店街となった。1930年に、当時の土橋商店街に、丸菱百貨店がオープン。1963年には、滋賀県内で初となるエスカレーターを備えた。 スーパーマーケットとして平和堂1号店が出店した。さらに、1961年から1973年にかけて約10億円を投入して、都市計画外路整備事業と防災建築外育造成事業を実施して、近代的なビル群に姿を変えるなど、彦根市の商業の中心地として役割を担ってきた。 しかし1889年に開業した彦根駅からやや離れた立地のため、1970年代後半の彦根駅の改築、市役所の駅前への移転、郊外型大型店の出店などによって次第に衰退していった。こうした中、1998年に中心市街地活性化法が施行されると、彦根市のタウンマネージメント機関構想と連携して、 アーケードを整備するなど、賑わいを取り戻す活動を積極的に行っており、中小企業庁の頑張る商店街77選に、彦根夢京橋商店街、花勝武通り商店街、上り町グリーン通り商店街、おいでやす商店街、四番町スクエアとともに、彦根市内6商店街として選ばれている。平和道ストーリー賞は38年平和道の、 基本スタイル完成中小企業庁、頑張る、商店街77選、再発見と新創造城下町の朝鮮彦根市内、6商店街、ありがとうございます。